1日でどれくらいカツカレー出ますか。いや、その日によってだよね。でどっちかったら夜がカツカレー多いと思う。ああ、ですよね、やっぱり。やっぱりちょっと農家の人とか、ね、団体さんで来たら、もし10人いたら10人カツカレーだから。本当にこの間13人来たんですよ、ユニ町から。ユニから10、13人。ユニから13人来てみんなカツカレーですか、まさかの。間に合うかどうかって心配してくれて、大丈夫ですって。切らしたことないんですよね。だから絶対それはしたくないから。お店って何時からやってますか、正式に言ったら。正式朝9時半。朝9時半からなんですよ、朝9時半から午前2時、はい、やっぱりちょっとね、週末とかなってくると3時とか近くになっちゃうからね、それじゃああれなんですね、2時、本当は2時になったら帰んなきゃいけないのに、うち違う、2時になっても来るから皆さん、なんか24時間だと思ってます。もう間違ってると思ってます24時間したいんだけど、ちょっと体が持たなくて。いや、24時間じゃなくても体持たないですね。みんなが最後にカツカレー食べてくれるっていうのは普通なんかね、他の人はありえないのかもしれないけど、いや、そうなんです。最初びっくりするんだけど、はい、カツカレーって言うんだけど、はい、やっぱりここの人と一緒にどっか研究、何て言うんだろう、出張かなんかで来た方が、はい、最初から一緒に来てこう食べたら、本当に食べれちゃうから本当に食べれるんだって。なるほど。